ということでこちらは日高のり子の youtube チャンネルでございます今ね、はい、あのボイサクターズの収録終わりました、はい、カジ君どうだったいやもうだって僕このねアフタートークでこの番組を知って、うん、日高さんにご連絡したぐらいなので、うん、いやもうね,うねあの番組に自分が出演させていただいたんだっていう不思議と、うん、やっぱ話し始めたら楽しいし、うん、もっといろいろ伺ってみたいなっていう,うん、うん 伺っっててみたい,なっていうか僕ゲストでお邪魔して何で僕が聞いちゃってるんだろうってう気持ちもありますけど <laughs> やっぱり先輩のお話は本当に面白いなっていうのを感じたので。 まあね、お仕事でも、そうじゃなくても、またお話しさせていただきたいなと思いました。うん、ね。はい、しかしあの、梶君って面白いよね。あの、本編じゃなくてさ、アフタートークを見てさ、私にラインくれてさ。<laughs> 今度本編も見ますって書いてあったもん。いや、そう、いや、もちろん拝見しましたよ。<laughs> だからここが入り口になるんですよ。<laughs> い,やい,やいや、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 いいよ。そうだよね。ここ入り口になるか、大切なんだよね。うもうこれ、ぜ、<laughs> 僕の会はさておき、もう。僕の前の皆さん、本当に、本当に面白い話ばっかりなんで。 見てくださいお願いします <laughs> はい。な、僕が言ってるかかわんですけどか、はい、それであの、はい、あのでも私あの本編いますねっていうカジ君に今度出てねーって書いちゃった <laughs> <laughs> もうね実現して本当にお呼びいただいいです、ね、私自身もあの本当はのスタジオの中でお話ししただけでわからないカジッのいろんなことが分かっ でねますますあのカジコ応援する気持ちがはい募りましたものすごくもう声優界の勝手にお母さんだと思って本当にありがとうございますいいね私じゃ声優界のお母さん目指そうかなはいありがとうございますということでお母さんずっと本持ってますけど今これあの押しの一冊なのでどうぞ皆様よろしくお願いいたします僕もあの書かせていただきましたはいよろしかったです。 はい,はいということで、えー、日高のり子のボイスアクターズカジーゆうくんの会の配信日に関しましては日高のり子の公式サイトでご確認くださいじゃあカジ君本当にどうもありがとうこちらこそありがとうございました、はい、また来てねはいよろしくお願いしますありがとうございました見ててくださいはいいま,またね